ウェブスピードスペシャルショップインフォメーション。シーズ。用途や予算に応じた各種コーティング、さまざまなプロテクションフィルム施工、ヘッドライト研磨、ガラス交換、ルームクリーニング、エアコンのエバポレーター洗浄などで綺麗にこだわるカスタマーに高い支持を得ています。2021年11月に増設した PPF 札幌はフィルム全般の作業に最適な環境を構築。ボディカラーを丸ごと変えられるペイントプロテクションフィルムの需要も高まっています。こちらの、BMW の X5 は約10年ぐらいで乗られてるお車で、一応今回色替えの案件いただいて、今回ちょっとカラープロテクションという新しいフィルムの方ちょっと貼らさせていただいてます。まあ、今回ちょっとブルー、正面から見るとブルー、透かしの角度で見ると紫になる、同系色のグラデーションという形で、まあ、オーナーさんもちょっと喜んでいただいて、まあ、これちょっと早くね完成させて見させてあげたいので、ラッピングだけだとですね、どうしても飛び石から守れないという部分があって、まあ、今回はちょっとプロテクションフィルムに、色がついているっていう、まあ、一応ラッピングフィルムと、プロテクションフィルムの、ちょうどいいとこ取りのフィルムを今施工させていただいています。これもちょっとセルフヒーリングって言って、細かい傷は熱をかけると全てリセットされるので、細かい洗車傷とか気にせずに手入れができるのかなと思います。このラッピングフィルムで約3倍ぐらいの厚みがあるので、まあ、本当に細かい作業とかになるとやっぱりラッピングフィルムの方が、追従性の方が高いんですけど、まあ貼り方だとかを工夫することによってラッピングフィルムに近い、質感を出してくる、品質を出してくるのかなと思います。ペイントプロテクションフィルムを含むプロテクションフィルムの裁断は、車種ごとのデータを入力できる高度なシステムをさらにアレンジして行っています。それによりあえて足した余剰部分を折り込んで貼ったりすることができ、施工跡がわからないハイクオリティな仕上がりを実現。またボンネットが長い車でも1枚貼りが可能です。西岡正治代表のヤリスカップ車両にはウィンドウプロテクションフィルムのみ施工、もちろんラッピングも自社で施したものです。こちらは2022年9月25日の東日本シリーズ第6戦の模様。西岡代表はデッドヒートの末13位でゴール。他の作業事例についても伺いましょう。こちらのロータスエキシージ、こちらの方の、弊社でのメニューはエキシージとか、あとエリーゼ、共通の持病でもあるヘッドライト の, ボロボロになるハードコートの剥離現象、これを一応研磨して、プロテクションフィルムを貼って一応再生してます。であと、まあ、うち の, 得意分野の一つとしてラッピングでこういったセンターラインをお客様のご指定通りマットブラックとあとグロスのレッドで前から後ろまでラインの方入れてます。全体的にちょっと走られてる車なんですけど、一応細かい傷を一応落としてボディーコーティングまでやってます。トヨタ86の方は一応3年前にデザインラッピングっていう形でカーボン調のフィルムの上にレッドとかあとグレーのフィルムで一応加色している車両です。で今回はちょっとオーナーさんが変わられたということで、まあ、一応今回は剥がしの作業ということです。我々ちょっと再剥離といって基本的にはその乗り残りのないフィルムをプロテクションフィルムにしてもラッピングフィルムにしても使っているので、まあ、この辺ちょっと3年経った車両の、今剥がし作業になっているんですけど、軽く温めて引き上げていくと基本的にほぼ乗り残りのない状態で、フィルムが剥がれてくれます。まあ、天気のいい日とかだったら外で、まあ、やる分ではもう本当に全体的に温まっているので、
まあ、ちょっと腕に自信のある方であればそのまま塗装にダメージなく剥がすことが可能かなと思います。もうこの状態でほぼ糊の残らない、状況で、剥がすことが可能です。ホームページにいろいろ詳しく載っています。お気軽にお問い合わせください。